のお客様お集まりいただきどうもありがとうございます。ソニーショップテックスタッフ店員佐藤のですね SEL1625G の点灯セミナーでございます。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、そんなに教えられるほど知識がないのと、まだ実機私見てないので、実機をご覧になってきてきたコージさんの方がねまだ知識あるかと思いますが、毎度おなじみ、今回の E マウントレンズ全73本目のレンズということになるんですが、生産終了品もポチポチ出始めたので、ちょっとずつ本数は上限があるみたいで、これで今現時点で生産終了品除いて、テレコンとかを入れて73本、3本になるそうです。フルサイズ54本、APS-C19本、今回発表になったレンズはこちら 1625G ですね。 SEL1625G 広角ズームの G レンズになります。市場想定売価は18万5000円、来週火曜日10時に受注開始で、5月17日の発売予定になっています。特徴はやはり絞り開放で F2.8 で使えるレンズと、今まで F2.8 で使えるワイドズームというと SEL の 1635GM2 とか GM とかで30万円超えのレンズばっかりになっていたんですが、半額までいかないにしても18万5000円というかなり安価な値段で出てくるのが魅力になります。 1635G はね、ここにあるよ。SELP SELP1635G はね17万なんぼです。そんなにね金額に差はないの。なのでそれともう一つ特徴はやはり昨日か発売になった 2450G があるんですけども、あれと兄弟レンズに一応なってて、レンズの挙動、外寸はデザインは全く一緒で名板がちょっと違うぐらい、あとはまあ中身のレンズ構成はもちろん違うんですけども、ほぼ同じような質量もほぼ一緒ですね。全長がちょっと違ってるけど、それぐらいのレンズで、2本、セットで買ってくださいねというようなズームレンズになってます。2450 1本だけだとちょっ と,、焦点距離のズーム倍率の低い、なんか使いづらそうだレンズだな、でも F2.8 だなだったんですけど、こうやって2本揃ってみるとね、続けてこうやって使うと、あら30万円超えの F2.8 の G マスターレンズが18万円で買えちゃうというような魅力的なレンズになっていると思います。ということで、ちょっとレンズの気になる、コージさんも気になる価格をですねざっとちょっと並べてみました。大三元とかって知ってます？大三元というのは F2.8 のズームレンズ3本を揃えて言ってる俗称で、でそれに対して小三元っていうのがあって、そちらはこの、F4 のレンズ、ズームレンズを通してラインナップで、その大三元と違ってちょっとズームのレンズの焦点距離が切れるんですけども、今回の 1625G と 2450G F2.8 で、組めるこういうちょっと変わったレンズのラインナップになるかなと。でこれに、F4 になっちゃうんですけど SEL70200G2 という新発売のズームレンズ2型のやつがあるんですけども、 F4 のこれと組み合わせてあげると結構安く、それとあと軽量なレンズの組み合わせになるかなというような気がします。小三元と大三元の間になるんですけど、なんていう名称にすればいいのか分かんないんですが、ここではミニ大三元というふうにして紹介しています。見比べてみると 1635GM2 のやっぱ価格が目を引きますね。34万6500円だったものがほぼ半額に近い18万5000円で F2.8 の 16mm が撮れるというレンズになります。星を撮る人とかだと単焦点レンズを使うことが多いので、14mm の F1.8 とか 20mm の F1.8 とかを、星撮り用に使っている方もいらっしゃると思うんですが、成形撮影とかで風景と一緒に撮るので、どうしてもやっぱズームレンズが必要とか、あとでトリミングすればいいんですけども、きっちり画角合わせたい時っていうのはやっぱズームレンズが必要になると思います。そういった向きには1635の代わりに1625をちょっ と, 揃えてみようかなというのはすごいいい選択肢になるんじゃないかな。SELP1635G という F4 のレンズが今までありましたけど、値段そんなに変わらない。
まあ、もちろんこちらパワーズームレンズになっているので、動画向きになってますけど、16-25G の方も、結局こういうレンズって使うの 16mm がほとんどメインになると思うので、いい使い方になるんじゃないかなと思います。こんなコンパクトなレンズになるので、バッグも随分小さいもので揃えられますね。70-200G2 も結構小さな望遠レンズなので、それ入れて3本揃えてもこういう肩掛けカバンで全然十分入るような気がします。ズームレンズなんですけども、ワイド端の時に繰り出すレトロフォーカスになってるんですけども、目いっぱい広角にしてもね、9ミリしか持って出てこないので、重量バランスあんまり出ないので、変わらないので、こういうスタビライザーに乗せて撮るのにも向いているかなというところでは、SELP1635G みたいな動画向きのワイド広角レンズになるんじゃないかなと思います。ここからはですね、各ボディに合わせた絵なんですけども、すいません、実機がないのでとにかくサイズ感分からずなのに、いろんな写真を飛び揃えています。これは、セブンシートを合わせた時のサイズ感、続いてはこちらアルファ7シリーズですねと合わせた時のサイズ感なんですけど、まあこんな違い、こうやってパパッと見比べてみると、なんかボディって随分でっかくなるんだなっていうのが分かりますね。でこれが ZV-E1ですね、Vlog カムの、メイン機種ですね、今のフルサイズの。それと合わせた時の絵なんですけども、これもこうやって見比べてみると、割とボディサイズってやっぱ小さいんだなっていうのが分かります。これも α7S3 と同じ1200万画素のセンサー積んでるので、星取りやるんだったらいいかなというような気がしますね。実際に人が持ってる時のサイズ感がこちら、これ 7C シリーズで、これがアルファ7-4になるのかなと合わせた時のサイズ感ですね。まあ割と小さなレンズなんですけど、こうやって見てみると、バランス見るとなんか 7C と合わせた方がね、いい感じに見えるような気がします。1635、まあ1625なんですけども、今現行で出ている商品のモデルでスペックを比較するとこういう風になります。 1635Z はこれもうα7 のローンチレンズになるので、2013年発売だったから、もう11年前のレンズになるのかな。なので、この 15fps っていうのは α9-3 の時の連写スピードですね。AF20 の連写スピードが、15コマ秒になってるところが、それ以外のやつはもう120コマになってたりとか、というような違いが出てます。で、他に違いがあるとすると、 XD リニアを使ってるかリニアモーターを使ってるかというところで、新発売の 1625G だけリニアモーターになってるなというところがちょっと気になるところですね。これが上の図が SEL1625G に積んでる、リニアモーター2機搭載してます。で下にあるのが XD リニアモーターっていう 1635GM2 とかで積んでる、今のソニーの最強モーターですね。形を見て分かる通り、原理的には同じで直進モーターを使ってて、リニアモーターを進化させたものが XD リニアなので、方式的にはまあ一緒だと。で、XD リニアになると何が違うかというと、駆動力が大きくなるので、大きいレンズ、重いレンズを積んだ時の AF スピードが速くなるということでいくと、 1625G は割と小型軽量にするカメラレンズなので、それに合わせて駆動力そんなに必要のないレンズを使ってるんじゃないかなということで、XD リニアではなくてリニアモーターを搭載しているのかなというふうに推測できます。こちらはレンズ構成なんですけども、引き面レンズ3枚と ED 引き面を1枚それと ED ガラス3枚使っているという贅沢仕様になっています。これらのレンズ使うことによって小型軽量化をしているということですね。で、こちら MTF 曲線です。SELP1635G だけこれ F4 のレンズなので、条件ちょっと良くなってます。直接比較はできないんですけども、こうやって見てみると、広角端の開放値で見ると G マスターと
ほぼ同じというか肉薄するぐらいの画質になっているんじゃないかなと思います。ということでここから作例がいっぱい出てきます。これはあの新商品ニュースにも使われている、なんだろう、ヒーローフォトになるのかな、代表的な写真になって、ただこれ16ミリじゃなくて25ミリで撮ってる写真ですね。25ミリの F2.8 開放で撮ってる写真ですね。テレタンなんだけども割と写真見ると広角になってるので、まあ、こういう写りになるのかな。こちらも、24ミリの実はこれ広角側じゃなくてテレタン、ワイドタンではなくてテレタンの方で撮ってる写真になります。 F2.8、まあ、被写体近いので背景が結構大きくぼけますね。こういうイメージのレンズで、これは、これもテレタンに近いのかな、 23mm の F2.8 の開放ですね。これが、ワイドタンで撮ってる 16mm の、写真なんですが、 F11 まで絞ってます。これ以外の写真見てもね、作例見てるとこの F11 まで絞って撮ってるやつがほとんどなので、このF11 ぐらいまで絞ったところがこのレンズの一番おいしいところなのかもしれないですね。絞り F8 ぐらいまで絞ると大体もう絞り切った感じで、その後ってそんなに絞っても絵って変わらないんですけど、なので風景撮るときも僕は基本 F8 で撮ってるんですが、なるほどこのレンズって11ぐらいで撮るのがおいしいのかな。これ多分最短撮影距離を表してるレンズです、作例でしょうね。 25mm のこれもテレタンで F2.8 で、おそらくこれが一番近寄れる距離かな、20センチでしたっけ、17センチでしたっけね。でボケも綺麗に2000ボケが出ないところを探して撮ってらっしゃるみたいです。さすがですね。これもワイドタン F11 なんですよ。 3.2 秒なので外暗いところで夜明け前に撮ってらっしゃるのか、夕暮れ後に撮ってらっしゃるのか、えらい寒そうなところで大変だったでしょうね。これも F11 で撮ってるワイドタン。これどこでしょうね、知ってます？日本じゃないのか海外なのかも分かんなくて、思ったけどなんか作例見てると結構日本風のやつ多いような気がするんですよね。僕思いつくの山形にあるあの蔵王のお釜でしたっけ、だけどあそこそこんな水張ってないだろうしなって。知ってます？あの画像検索するとこういうの出てくるんですかね。やったー、やろうと思ったんだけど忘れてたな。カルデラ湖ですよね。これも河口に多分水溜まってるからどこなんだろう、行ってみたいですね。あ、これ F8 だ、唯一かもしれない。16ミリで、そう、山登るとこういうところがあるので、こういった時16ミリ必要欲しいんですよね。あの後ろにもう下がれないとかっていうところだと広角にするしかなくて、ここで20ミリしか持ってないと多分全体が入らないんです。これもどこだろう、16ミリワイドタンで 5.6 で撮ってますね。これも唯一の 5.6 絞りの写真になると思います。こういったところも多分背面ってもう壁があってこれ以上後ろに下がれないとかっていうところなんでしょうね。こういう時に広角ズームレンズは威力を発揮しますね。これも最短撮影距離、ワイドタンの方の最短撮影距離になるのかな。16mm F2.8 で、こういうの楽しいんですよね、広角レンズ持ってね、あの身近な小さなものをこうやって撮って回るのって。これは F11 でやっぱ絞って、で 16mm のワイドタンで撮ってます。どこでしょう、思いつくの華厳の滝ぐらいなんですけど。華厳の滝にしたらちっちゃいし、ちっちゃいよね。っていうかこんなところないっすよね、狭くないので、うん、こんなに寄れないだろうしな。そうですね、うん、だけどこの写真見るとなんか日本っぽくないですか。いや日本だと思いますね。ね、これは実はワイドタンではなくてテレタンの方 25mm で撮ってる F11 4分の1秒ですって。まあこれもあの多分あのサイトの方には載ってる作例になると思いますけど、
隅々までちゃんと改造してるというか、まあテルタンなんであれですけど、4分の1秒でこれだけ流れるんですね。これはね、サイトの方には載ってない作例なんですが、25ミリの F8 だそうです。2.5秒。さすがに手持ちじゃないんでしょうね、三脚で撮ってるんでしょうねって言っても、場所はどんなところなんだろう。こういうのの撮影をしているシーンとかもなんか絵が欲しいっすね。これは18ミリで撮ってる F11 の写真だそうです。やっぱ F11 の絞りの写真が多いので、この辺が美味しいところなのかもしれないですね。ということで、あとは動画撮影の時にも、フォーカスブリージングにこれは、最小になるようになっているので、1635Z とかだとフォーカスブリージングが、盛大に出るところが、これは随分抑えられていると思います。あとブリージング補正機能対応しているので、先日アップデートした α1 とか α7S3 とかでも、フォーカスブリージングが出ないようにできるレンズになっています。ということで、駆け足で説明させていただきましたが、来週火曜日受注開始です。5月17日発売予定なので、ゴールデンウィークには間に合いませんが、ぜひご検討のほどよろしくお願いします。何かご意見ございますか？これもまた発売日に1ヶ月前出してますので、そんなことないんです。それ僕も聞いたんですけど、間にゴールデンウィークあるから無理だろうって言ってました。多分前倒しないんじゃないですかね。ゴールデンウィークに出てきて出社してる人たちが、ソニーさんにごちゃまんといればね、可能性あるかもしれないですけどもね。まあなんとなくゴールデンウィークの時に楽しみたいですよね。そういうのが普通売り時ですよね。そうですね、あと1週間でね、出してくれと多分間に合わないから、この発表このタイミングの発表だったんじゃないですかね。まあ、本来だったら α7C2 と、タイミング合わせて売りたかったんだろうなという気がしないのか。 7C2 だと去年の秋ですか ね、 そ, うね、まあ、それからちょっと同時にやるとやっぱ人でも、ね、重なっちゃうからずれてるのかもしれないし、 7C の時に あれですよ、24と40と50ミリと3本出てきたけど、あれもやっぱちょっとタイミングずれてたので同時ではなかったけど、もう明らかに、7C 狙いのレンズ3兄弟だったじゃないですか。今回も 7C2 狙いっていうのはなんかもう見るからに分かるので、ね、これ持ってゴールデンウィーク遊び行きたかったですね。そのために、2450の方はね、多分間に合わせてくれて機能しっかりになってるんじゃないかなというふうに思います。コジさんも20ミリの単焦点の代わりにどうですかね。いや本当に考えてます。本当に、安いしこれいいと思いますよ。そうですね、20ミリだと、どうしてもなんかあれって超広角でありながら、なんか標準域に感じられるところもあって、だから余計に扱いやすいところはあるんですけど、やっぱり足りないって感じるところが結構多くて、やっぱり16ミリぐらいにしたいなって時の方がちょっと多いんですよ。それとほら、コージさんも YouTuber になってらっしゃるから、手ブレ補正アクティブ使った時にやっぱ一段画角狭まっちゃうので、16ミリでも結局20ミリ相当になっちゃったりとかね。そうですね、20ミリだと24ミリ相当になっちゃうので、そうですね、動画を考えるとやっぱり広角が欲しいなっていうところはあります。それとさらに16対9にするとさらに画角が狭く感じちゃうんですよ ね、 だから絶対にこの1625の方が僕にとってはかなり恩恵があるんじゃないかなとは思うんですけど、F2.8 ってところだけ引っかかってる。F2.8 だけど4がいい。いや、そしたらもう特に買ってけば、今すぐ買えるような話になってるんじゃないかって。まあ、そうですね、ここよりも浅い、ところを狙おうとすると、今のところソニーのレンズだとね、F2.8 までしかズームレンズではラインナップ展開してないので、単焦点レンズで付け替えて使ってくださいになっちゃうんで、そうすると14ミリとか20ミリとかになってくるんだけど、14ミリ割とでっかいレンズになってきますからね。16ミリの単焦点の F1.8G とか出てくれたらすごい嬉しい。すごいっすね。いつか出てくるかもしれないですね。それまでのつなぎにぜひ考えていただければなと思います。すぐ出たらすぐ出た年末にみたいな。大丈夫だと思います。そ
そんなすぐに、そんなすぐにはソニーさんもこれ売りたいでしょうからね、自分でとどめさせようことはしないでしょうから、いや値段見たときにすごい安くないですか、だっていやめちゃくちゃ、まあそのやちょっとあれ、まあ、他に隣に高いのがいるから余計安く感じるのかもしれないですけど、安いですね。いや安いっていうか、まあ高いけど安い、高いけど安いんですよね本当にわかりますあのここでカメラ好きのお客さんと話してるとなんか金銭感が狂ってきて、18万してても安いって言うんですけど、あの普通の一般的な価格からするとね、まあここから割引とかかかるとか考えて、あそうですね、下取りとか出すとかそういうの考えるとさらに安くなっちゃうから、まあ、これもまだあの予想価格で18万5000円前後なので、ここからあのもしかしたら安くなる可能性もありますからね、18万4800円とかね、それぐらい近辺になるんじゃないですかねいや今までのパターンで見ていくと大体ここから数百円ずれかなとかって思って、まああとは軽さも随分進んでて、軽かったですね、さっき 20mm の F1 って足と比べたんですけど、ほとんど同じサイズなんで、重さも軽さも全く変わってないって感じですよね。そうですね、 20mm どれだっけな、これか、これとほとんど一緒です、これと1635はこれか、まあイメージこんな感じですね。そうですね、まあほぼ一緒で、あと 2070G とかも一緒に置いてあって、それもちっちゃいから、ね、正直どれがどれだか分かんないくらいみんな同じサイズです。まあ2070だと標準域含んできちゃうので、あの広角レンズって割と撮りどころがあの狭められてね、あのここに行ってあの写真撮ろうとかっていうふうに言うと結局そこまで持ってくレンズになっちゃって、そこでしか使わないっていうのが多いので、あのそうすると少しでも軽い方がね、あのお得はお得な感じがしますよね。ちょっといろいろ、みんなその F1.8 が捨てがたいとか言うんですけど、結局 F1.8 使うのって、やっぱ星取るときしか使ってないので、普段はまず使うことはあまりないので、あまりその1.8 にこだわる必要ないんじゃないかなと自分では思ってはいるんです、そうですね、ほぼほぼ F8 じゃないけど、風景撮ったりするときはね絞りますね。そう、星撮るときだけ F1.8 なんだけど、その星撮るときが大事なんで、あれを皆さん買ってるので、そうだと思うんですけど、16mm にできるんで、 20mm F1.8 だと、なんですよ、まあ短くシャッター時間短くできますけど、やっぱちょっと星ちょっと動いてるの分かっちゃうので、それから 16mm になるんだったら 2.8 でも多少 20mm と一緒なんじゃないのとか思うんですけど、シャッター時間は違うかもしれないですけど、いや、あの広角であればあるほどシャッター速度伸ばせますからね。そうですね、だから、やっぱり 16mm の方が今はベストなんじゃないのかなとかいろいろ思うんですけど、そう、やっぱあの星撮るときは少しでも光が欲しいんでね、そうですね、絞り開きたいし、なんか 1.8 の方がいいっちゃいいんですけど、まあ、そこまで気にしなくてもいいんじゃないの、そうそう、あの結局16-35GM2 持ってても星撮るときはじゃあ 14mm 使おうとかっていうふうに、あの無尽蔵にレンズ揃えられればそうなんだけど、あの少ない予算でね、お小遣いであの最大公約数を求めるんだったら、このレンズはすごくいいような気がしますよね。だから 35mm が必要なんだっていう方以外はちょっと悪いです、ただ広角レンズなんで 35mm まで必要っていう話はあると思うと思う。あのね、1635のいいところはね、あの広角なんだけど、まあとりあえずちょっと寄った撮りしたいなとかっていう時だけ35にすれば普通の標準撮影ができるので、そこをちょっと捨てても広角専用みたいになるんですけど、基本でもこのレンズ持ってると大体 16mm しか使わないですからね、といった意味では今度の買い日もしかしたら争奪戦にちょっとなるかな。でも最近争奪戦になってるのって最後になったの 70200GM2 ぐらいですかね。あの後皆さんもじっくり吟味されるようになってきてるので、吟味されるかな、あちなみにうちはもう展示決定でお出してあるので、ちょっとやばくなったらやばいなということで、もうオーダーを入れさせていただくつもりであります。
というところでございました。ご清聴ありがとうございました。ご参加ありがとうございました。納得のいくプレゼンになってるでしょうか。もうすげえ、もうめっちゃ練習したんだなと思いました。嘘。いやいや、ぶっつけですよ、ぶっつけ。本当ですか。うん。めちゃくちゃ。